こんにちは、葵部会です。こんにちは、葵部会議です。私は姉の葵、15歳、中学校3年生です。あいちゃん。私は地元のカーグです。13歳、中学校2年生です。カーグちゃん、よろしくお願いします。はい、葵部会議の2人でございます。こちら、マチルの方、前にも出られたことありましたよね。はい。何回目になりますか？たくさんの数え。そうですね、結構前にも出てましたよね。多分私、毎週司会した記憶が、多分そうじゃなかった、お二人ともね、まあ、小さかった記憶がありますけど、今日こんなに大きかった、私もびっくりしましたけども、まあ、中学3年生と中学2年生。はい。あら、そうでございますか。ちなみにデビューしたのは何歳の頃に？2009年なので、はい、私が小学校の3年生ぐらいの時。じゃあお姉さんは何歳の？私は6歳。あ、お姉さんに向けて遊びますよね。3年生と2年生ですね。3年生と2年生、はい、そういうところですね。それがもう今や中学3年生と中学2年生、はい、あっという間に大きくなってしまいましたけども、はい、お二人は初め民謡を始めてたんですよね。はい、その影響はどういうあれ始めたんでしょうか？私は最初小さい頃から2人で民謡をやっていたんですけど、その後におばあちゃんが三味線やってたので、みんな私もやりたいなと思って三味線もやりました。それで民謡の後、この三味線今ここにね用意されてますけども、次は三味線を弾いた曲をやっていただけるんですよね。はい。じゃあ三味線の準備の方をしていただけますか？はい、はい、次歌っていただきますのはデビュー曲だそうでございますね。こちらの三味線の方を準備していただきまして、お二人の三味線の演奏も加わりまして歌を聴いていただきます。デビュー曲はちなみに曲紹介の方よろしくお願いしたいと思いますけども、はい、それでは、私たちのデビュー曲、おじいちゃんおばあちゃんありがとう。そしてその翌年に出しました昭和歌謡のカバーアルバム、オールド昭和歌謡の中からいたこがさ青春時代、2曲続けて聴いてください。はい、それでは聴いていただきたいと思います。Thank you.
高知県、こんにちは。